あら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 。さあ、というわけでこちらね、見てください。今超話題のプレセボの最新作 RNR 来ました。これ僕も気に入っとるやつだよね。なんとね、今回は僕に合わせたサイズの RNR を西井さんが持ってきてくれて、それいいね。今回こちら初乗りしていきたいと思います。サイズがですね、54の29リッターですね。昨日ね、こちらのサイボードとカーボン2本持ってきてくれて、今回これ初乗りなんですけど、いやもうこの真っ白、見てこの真っ白、もうカメラマンが使うレフぐらい白いですよ。おお、だけど色も合わせんからずっとレフで使えるね。そうなんですよ、完璧。じゃあもうレフ剣で使おう。そう、今やったらレフだね。プレセボの最新作はね、ここにね、ドルフィングラブがまたね、ついたんですよ。はい、こんな感じでレールも薄い感じで、こういう感じ。おともこれサイズ何持ってましたっけ？俺60。60。60だともうリッターがね、38か9リッターぐらい。そうっすよね。結構ごつい。だから俺次さ、56ぐらい欲しいなと思って、実はこれ、うん。ちょっと短め乗りたい。いや、これ54でさ、で、テールがこういう感じで、結構シャープに削られてて、これはもうまさにマジックボード来るんじゃない？いや、いいね、これ。形的にちょっと違うかもないけど、メーヘムの名作の RNF96 に若干似てるなと。あ、短いからな。でも60ぐらい長くなると全然似とるに見えるんだけどさ。ただ54やから若干そっち系にも似とるなと思うし、よりいい楽しみ方ができる。それのラウンドテールバージョンみたいだから、より一層動きがいいって言っとったね。いや、これ今日ね、波の方はちょっとスウェールなかったんで、多分腹胸ぐらいになってしまうと思うんですけど、これ今回マジ楽しみ。短めでどうやって乗れるのか。だってそれ68ぐらいまであるから幅広いじゃん、はい、いろんなロングボーダーからショートボーダーまで行ける板だからさ。はい、もちろんね、シンジケートさんの嵐モデル、今回グリーンで行きます。よっしゃー、完璧。見てください、じゃじゃーん、こんな感じで。ってことで、海行きましょうか。行きましょう。テンション上がる、やっぱり。もうぶち上がってます。あ、そう。なんか今回特に上がっとる。なんかやっぱ自分のサイズのプレセボって初めてじゃない、うん、初めてなんで、いつもね、弟プレセボを試し乗りとかテストライドするだけなんですけど、今回自分用は初めてなんで楽しみ。いや、なんかでもこれ見とったら俺もやりたくなってきたね。撮影しないかんから無理だけど、人がこうやって RNR とか乗ると。昨日もね、実は RNR のブログ、紫スポーツ行ってサーフィンでやって、一番下スクロールするとブログ見れる、見てほしいんですけど、僕実はブログ書いてるんですよ。で、それをぜひ湘南トリップのね、ブログ書いたんだけど、いや、昨日からやっぱりちょっとこれ RNR 自分の60乗りたいし、56も乗りたいなと。じゃあ行きましょう。はい、こちらね、釘沼店の紫スポーツであるんだ。そうなんだよ、あると思うので、サイズもね、いろいろあったり、ほんと1日単位で変わってくると思うので、ぜひ試してください。というわけで、プレセボ自分用のね、 RNR 初乗りということで、海向かっていきます。おー、ワックス塗るのうまいですね、相変わらず。いやー、結構綺麗じゃない。海がね、マジでシーガイドロンスプゲットしたのに、まだ切れんぐらい冷たいんよな。あ、だったらまだ何、だからサマークールだって。あ、まだサマークールですか。見てよ、この愛の詰まったワックスを。おー、すげえ。ここまでもうノールズライディングもできるように、ちょっと楽しみじゃない。いや、久々にこういうちょっとミニボード的なやつ乗るし、ね、プラス初めてペレセボで自分用のボードということで、それがマジでワクワクしてます。はい、波の方もこのサーフボードに合った波やん。そうだね。だから まさにマッチしてるんで、これはもう楽しみ間違いないということで、やっていこうかなと思ってます。どう、インサイドでもちょっとなんか割れとる場所あるね。そう、だから多分パドルも、多分どころかパドルも速いし、絶対に全部が速いと思うので、これは楽しい。あとで西井さんも来るらしいです。そうですね。そんな感じで、今日はプレセボ RNR 最新モデルで自分用をね、ゲットしたので、こちらを初乗り本音レビューをしていきたいと思います。はい、はい、セッティング完了ということで、早速やっていきます。もうね、喋るより喋る。はい、というわけでセッティング、パドルして、まあこれいけちゃう、いけちゃうんだ。平らんとこ行っちゃいますよ。今の分かりやすかったですよね。フラットになりかけたとこの、あ、スピードつけて、まだ行く。普通のボードだったらいけないとこ行けちゃうんですね。このフラットいける、これいけるかな。ちょっとこれ、あ、え、行っちゃった。お、すごい。お、ワンターン、しかも結構早いターン入るんですね。今ね、横に西井さんいるんですけど、タープでしたね。今
今動きが早いですね。上に上がりが早かった。これね、ちょっとこの場面で聞こえるかどうかが、なんで5-4 から6-8まで幅広く作ったんですか。なんかショートボーダーからロングロングボーダーまで珍しくないですか。5-4 から6-8って見たわ。僕もまず5-4で乗りたかったんですよ、はいはい、だけどやっぱりお客さんのニーズいろいろ聞くとやっぱり大きなボードを欲しいっていう人もいるの で初心者モデルっていうわけじゃなくて、はい、ある程度こうサーフなんか横に滑れる人だったら乗りやすいボードで、まあ、僕らのね嵐とかも、ね、僕なんか乗ってもなんか動き、はい、動いて普通にサーフできるボードのサイズ、それとあとね本当にテイクオフ練習してる人っていうか6-8とかすごい大きいのでも練習してもらえるじゃん。そうですよね、リローデッド並みの浮力ありますからね。いや幅広くいけるからこれは面白いなと。正直どの辺が売れるんですかこれは。ね、正直ね、6-0 っていうサイズですか。じゃあ僕が持ってるのと一緒だ。そうやっぱあの辺のサイズ。そこからですか、うん、その辺が人気ありますね。じゃあまあその辺欲しい方は久下沼店早めにゲットしておかないとサイズなくなっちゃうかもしれない、ね、そうなんですよね。どん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 今在庫なくなっちゃってみたいですね、はい、ぜひぜひあるうちに皆さん、はい、スムーズエレベーターはなくなっちゃうみたいで、僕ブログ書いてるからね、そこからチェックしてもらったら買えますから、紫スポーツさんのねホームページからサーフから一番下スクロールしてもらうとブログ見えるのでぜひよろしくお願いします。それが一番サーフ出しやすいです。そうですね、はい、あ、パドルから取ります。こっから立ってバックサイドワンターン入れる、スピードつけてもう一回ヒット。緩い波ですけどね、これだとRNR だと走るんです。5-4なのにね、うわやっぱすごいですね。こういうとこがホワイトウォーター2発ね、すごいですね。あ、行きました。スピードつけてワンターンしっかり縦に入りましたね。あ、行きますね。レフトワンターン入れてトリムして、ま、フラットのとこでここで前に、わいいんじゃん。やっぱ走りますね5-4でも。いい感じじゃないですか。ゼラフレックスの柔らかさが出てました ね。あ、やっぱり何プレセボってさ硬く感じないけど、じゃあ柔らかいですか。あれ柔らかいですよ。ストリンガーレスって EPS のものなんですけど、普通の PU のものみたいに木製のストリンガーが真ん中にないので、あ、そういうことか。その代わりカーボンがねまっすぐ入ってるんですよ。だから結構芯のあるのに乗り味でカチカチした感覚はいつもないなと思うんですよね。普通 EPS に若干硬いんですけどね、硬くないですよ。プレセボは柔らかいですよ。まあそういうことです。中身がねすごい柔らかくて外が硬いって感じなのに丈夫いって面白い素材ですね。卵みたいな。はい、なるほどね。あ、行く。コントライトでほんとターンして、うわこのぐらいね乗れたら楽しいですね。おっちゃんで、わまだ行くぞ。ボーナスセクションあるのか、まだいける。あっと、まあ、結構十分乗ったから上がってくる感じかな。あ、まだ行く。おお、こんな上がり方できたら楽しいですね。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今回初乗りしてきましたけど、いや楽しかった。楽しみました。いや、なんかね調子良さそうでしたね、はい。なんか思った期待以上のライディングができて、この波でだってさっき俺入ってて全然何もできなくて困っちゃったえ、スムースオペレーターだとやっぱり乗れるんですか。変えたんです板板変えてスムースオペレーターにしたら楽しくサーフィンして、やっぱり波なりにその楽しめる板を乗るっていうのが、そう、浮力ある板、ね、こういう時はね乗らないと。嵐もだからこれいつも26リッター乗ってるけど、これ29リッターだから3リッターだけで違うもん、ね、はい、全然違いました。なんかフラットのとこから立っとったよ。そう、もう調子いいのはまだ大前提として、あとはね安定感がすごかったですね。やっぱりそのなんていうの、プロだからどの板乗っても一緒とかいうわけじゃなくて、こういうこの波やからこそのこの板の良さが出ました。出ましたね。出ました。テイクオフのその最初の引っかかりが早くて、はい、でその後安定してなんか板がぶれないんでそのままスーッて、はい、ホワイトウォーターも何回もこうやってね、そう、波の平らなところでヒューンヒューンってターンできてたから、あれすごいですよね。あとトップの切れも早かったよ、うん、ね、そう、やっぱり短い分早いですね、うん、あとテールがね、これがね
ラウンドね、テールなんで。テールが結構良さ出てますから、ね、ちょっとこの辺やっぱシャープだから、はい、踏み込んでシュパンってなって、キレも良かったです。これまたクワットでもやりたいですね。横のスピードがまた速いのかも。でも縦の動きはやっぱりトップのキレはトライフィンだなっていう感じで良かったよ。これなんでまたこれこがつけたんですか。これはね、ドルフィンスルーするときに手があれなんですよ、滑らないようにグラブなんですよ。これ一回なくなったんですよね。そう、これ、いや、これはね、このモデルは今回初めてなんで、はい、スムースオペレーターにはついてなかったんですよ。スムースオペレーターの今年からのプレセボのデュラフレックスにはついてます、はいはい、だから去年、ごめんなさい、買っていただいた方のやつにはついてないんですけど、はい、今年のやつ、今もう日本全国1本もうちの店にも紫さんにも全然他の販売店さんにもないスムースオペレーターあるんですけど、その板はグラブがついてます。ドロミスルーしやすいし、スムースオペレーターにこれついとる人は新型ってことですか。そういうこと、新型です。見分けがしやすい、はい、でしかもメルカリとかヤフオクのマニアの人たちに聞いてもスムースオペレーターだからどこにもないらしいです。本当ですか。出店したらすごいこと。そう、やばい。だからそのぐらい、はい、もう市場にもないぐらい人気だから、一回手に入れたら手放さない。もし中古出たら一瞬で売れるらしいですね。でしょうね。探してる人の すごいです。でもいい板ですもん。じゃあいいと思います。本当あれはね、僕も一番いいと思うし。で今日ね、西井さんに解説で聞いたんだけど、これ見た目さ、ちょっと硬そうに見えるじゃないですか、なんかこういう感じでコンコンって、はいはい、実はこれ乗ると柔らかいのが不思議で、はい、なんでですかって西井さんに聞いたんだよね。そう、中が EPS のフォームなんですけど、それも特別なエアロブランクっていう、特別なフォームを使ってるんですよ、 EPS の。でそれ普通 のブランクスなんだけど、それにグラスして普通のボード作っちゃって柔らかくなりすぎちゃうんだけど、中身がねすごく柔らかいんですよ。だから少ない力で、あんまり力のこうターン入れることができない人でもギューンってこうボードがグッとしなってくれて、なるほど、ね、あのターンのしなりでもターン、じゃあ女性やかなり年いっちゃって足腰が弱くなってもターンしやすいってことなんですね。そうです、そうです。だからまあ人気なんですよ。少ない力でスピードが得られる。なるほどね、うん、そういうしなりが出るんだ。そうなんです。乗りやすいです。ない。見た目硬く見えるもん。そうです。表面が硬いので丈夫なんですけど、はい、表面丈夫にして実際にこれ乗った時には水の中でギュッてしなり込んでこうね、ビョーンってターンが伸びる。それすごいですね、はい、まあでもなんか波もっとある時でも悪い動きで試してみたいなと思います。でそれもぜひ見たいですね、はい。まあそんな感じでいいレビューだった、はい、僕初乗りでもうちょっと気に入っちゃってどうしようかなって感じなんですけど、はい、ぜひ皆さんはね、ラブサウスさんやグラスキスポーツ行ってゲットしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、練習終わりということで、またまたこちらサウガーデン来ちゃってますね。じゃじゃーん、言ってた。コラントってだね、はい、コラントってこれさ、気に入って昨日の YouTube で説明したんだけど、俺正直こんなん絶対感動疑ってたの。ならさ、気持ちの問題かなんか調子よくなって肩が痛かったり肩こりが、もう年で俺もとにかくマッサージしょっちゅう行くんならこれ買った方がいいやっていうことで、これ2万4000円ぐらいでねゲットして、あまりにも調子いいから、これはちょっと安すぎるからもうちょっといいやつ買おうそういう意味。そう、効果的とかじゃなくて、効果的じゃなくてもっと効くじゃん、うん、でこれがここなんでかっていうと、ここに4万6200円であって、え、安めのつけてますねって店員さんに言われて、これはあかんと思って言っちゃったね。うん、負け取れんじゃん。負け取れんじゃん。じゃあ一番いいやつくださいってことで、これゲットしたらこれやばいっすよ。金かな、入れ物からすごい。うわっ、すげえ、やば。これとこれ2個で使い分けたり、これちょっと小遣い少なめの安めが好きなおじさんはこっち買って、小遣いに余裕ある人はこっち。それ2個ダブルでつけるとどうなんですか。これがね、俺調べたの。こうしたら宙に浮いてしまう、効きすぎて朝原さん状態になっちゃうから、そっちのチーム入っちゃうといけないので2個は禁止。これ小遣い少なめの人はぜひこっちでね。でもこういうこと言ったら嫌われるよね。そういう表現良くないですね。で小遣い多い人はこっち。それは OK。 多い、うん、僕的には結構小遣いある方なのかな、じゃあ。イケリもイケリも挟んで、え、そう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 。でもね、これ4万6200円ではっきりビビったんだよな。俺最初42万だと思った。いや、間違えたんじゃないですかって。そっち？そっちか。お姉さんにびっくりした。4万6000円高いだけじゃないの。違う違う違う。いや、
一個間違えとるよりちょっと切れたったもんお姉さん。おいこれお前46万の間違いだろっつって。いやすいません安すぎるな。しゃあないから。先にこれ外さない。ああでもこれもうとりあえず今迷ってる。どこで外れるかわからん。あこれさテープとか貼ってあるの。これやるとおお聞き出した。こう背筋伸びてきた。じゃあさ安い方貸したろか。じゃあさこの安い方僕にください。いいよいいよマジ。いいよこれこれ。へえすごい。これおしゃれ。磁石なんや。これはわからんわ。えこういうことじゃん。でこれでえめっちゃ楽やん。おお楽。えいい待って結構似合っとるよ。いやこれだって今見て今さちょ見てこれ簡単に分かる。こうでしょこうなっとるじゃん。これこれこのぐらいこんな感じで身長が多分10センチぐらい伸びたと思う。こんな感じで似合っとる。いいねこれ。それかっこいいやん。いいよちょっと金持ち風に見えるから。そうっすね。やっぱり2万のやつと差がつきますね。もうこれ女子とかの知り合ったらいちいち俺2万円せんで安めだったから高いの買ったんだよって毎回言うわ。これもうマジでこれ動画見た人さ2万の安い方買っとるやんすね。そうだよ。まあ小遣い少ない人はしゃあないよ。若い人とかね。そうそういうこと言っとったらほんと気がする。それは音やろ。だから小遣い多めの人はこっち行った方がこれが楽だもん。そういいね。で風呂とかさサウナ行くと簡単に外せるじゃん。そうちなみにそれこれね紫スポーツ限定あるやんの。いやこれ紫スポーツ限定だから他で俺限定に弱いから。そうっすね。ちゅうことはプレネになる可能性があるかもしれない。これねぜひつけてみんなで写真撮りたいの。はいこれサーフガーデンでも売っとるからさ。これ僕も安い方つけます。まあ君はレベル的には安い方がいいと。まあね正直そうっすよね、はい、そうまあそんな感じでもうすぐねボスカウラ来るので食べます。じゃじゃーん。これですよ。これか。46,000円。これのこと。オトモデルって書いてあるじゃん。あなたコントラピラトンピンだった。いやコントラックスっす。コントラックス。真面目なこと言うんかと思ったら。コントラコラピントン。じゃコラじゃマジなやつ。コラントって。コラントって。コラントこれ見て。なんか書いてあるよ。本当だ。横に引っ張ったらダメとか。いろいろ。え、もうすごいフィギュアスケートまで。え、そうだよ、これすごいと思う。これキャッチャーの野球これ見てください、19,800円からあります、安いやつ。安めのやつもあるじゃん。俺安すぎていらんわ、これ。いいんすか、これ出して。知らん。いくらでカットします。2枚。結構せこいんだ、結構せこめっすね。本当はせこいんだよ、そういうこと言いつつな。え、こういう見て、ほとんど箱やったやん。こういうパターンもある。え、1万円あ安めのやつは箱に入ってんのよ。まあレベルに合わせとんね人間の。まあまあまあそういうの大事っすよ。ピュアにもそうっすよね。だってもうこれは俺こんな箱に入っとったもん。だってこの一番いいやつつけてるじゃないですか。じゃあ誰も一番いいやつくださいって。今度はこんな高いのどうしようってビビっとったらお姉さんがこれありますよってかっこつけましょう。死んだどうしよう。正直今日2万円足らんしてね。無理して買ってよ。だから今月ねこれショット買っちゃったからね。そうもう俺今月絶対に買い物しんし、もうご飯も休めなくあの自腹カフェラテとかやめて。アイスコーヒー若干でも安くしな。まあこんな感じでね、サーフガーデンのこれ紫限定だからこれお得だからお小遣い多めの人は絶対これがいい。そうですよね。お小遣い食べてもいいし、はい、まあでも冗談抜きに下のやつも効くらしいからね。だから若い方とか絶対下でいいよな。いいんじゃない。別にそんな高いやつ俺よりいいやつつけられても困るしさ。そうっすね。安めのやつで、はい、なんかいろいろこういうのを書いてたり、コリ肩こりか、あとは血流やったりそういうのがいいらしいですね。いろいろこういう野球選手のこれ何でしたっけ、阪神でしたっけ、これこれ見てみ、なんかやばいじゃん。でここに俺おるじゃん。それ冗談はつまらん。嘘ついたらあかんやん、ね、ついの、うん、きついね。じゃあということで、はい、ぜひサウガーでも来てください。さあ来ました、ボスカイオーラね、安定ですね。もう結構食っちゃって、うまい。これどうぞ。そのコラントってつけながら食うとどうなるんですか。ちょ、これマックスピードがさ大丈夫かな、これ普通より早いから、クルクルってこう気づいたら口に悪い。気づいたらもうこれ負けちゃって、これ巻くの今まで俺下手だったじゃん、はい、それはもう警官にクル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 って巻きついちゃう。これもうこれ3回ぐらい巻いたらもうこんだけ減ったもん。でもそれ海でつけれるようになったらまたいいっすね。抵抗が早くなるやん。そうだからまだね、そのお風呂とか海っていうのはその会社的にはおすすめしないよって聞いたんだけど、俺は結構前のやつつけて入っちゃっとったけどね、はい、勝手にね。そうっすよ。まあでも会社的にはダメらしいから。まあでもそれでさ冷めたらもったいないやん。そうだから効果なくなったり。でそれがいいのがこれ、うん、これ
ちょ簡単なの面倒くさないからこれだったらいちいち前のやつはここでやるとさ止めれなくなるじゃん、はい、で俺はめたもんこれだったら毎回外すと高いからもったいないそうっすねさっきまで安いとか言っといて感度高いとか言っといて内心ギリギリですよね、はい、だからドキドキしちゃうから外す海の中にはめれんすよそうで銭湯とか行って外して盗まれたらどうしようと思ってずっとそこ見とったら風呂入れんよ様子見とったら後でストーリー書くときいちいち値段書いときましょうそういちいちねそうしたらモテるかもしれないから